梅田家族です。こんにちは。今回なんとドゥエスを封印しました。まあなぜかというと、今年最後の動画のアップというふうになるかもしれないので、かもですよ。なので封印しておきました。それで、今日はですね、異種交配なんですけど、すでにあるメダカとあるメダカを掛け合わせて F1 は作ってあります。 F1 のそうですね、 L に近い、もうほぼ L まで育てました。ただ、3番の兆候というか、そういうのはまだなくて、いろいろ光の強さとかやはりあるみたいで、そこで、水槽の方移動させます。とりあえずまずは親の父親か母親かどちらかをお見せいたします。父親と同じ種類ということで、このメダカをすくってみました。このメダカ、とあるメダカを交配しました。それで、出てきたメダカというのが今すくいますので、お待ちください。すくいました。左側がヒレナガの方で、そしてこの左側のヒレナガと同じタイプを、あるメダカと掛け合わせて、こういう光体系のメダカが出ました。曲がりもまあいい感じで、サイズ的にもねいいんですけど、さあ次この、F1 同士をかけて F2 を出すんですけど、その今段階に入ろうとしています。なかなかいいですね。なかなかいいメダカです。これね、ヒレが大きい。ただヒレ長ではないです。ヒレ長にはならない、まだ。でこの F1 同士でかけてどうなるかということで、あと体色とか形とかどういう変化があるのか、まあ、うまくね、これが、まずうまく卵を産んでくれるかどうか、そこが問題なんですけど、メスも救わないといけない。救ってみました。1匹が先ほどのヒレナガ、あと残りの4匹が、今あるメダカとの子供ですね。すべて光体系です。そしてオス2匹メス2匹というふうになっているはずです。少しね見えにくいのでバックを黒にしてみます。その代わり反射するので、その辺はご了承ください。はい、バックを黒にしたんですけど、ブルーライトで青がものすごい強調されてますね。どうだろう、これ。ライトの色を変えてみます。はい、どうでしょう。わかるかな。わかんないかな。まあ、この段階だとやはりヒレナガが目立つ。ああ、しっかりラメも、遺伝してますね。ちょうど上がヒレナガ、下がそのヒレナガと何かをかけた F1。一見
ヒレが長いか短いかの違いしか分かんないですね。で、下の方がメスということで、メスは光が乗ってますね、ヒレにも。で、あと1匹こっちに実はいるんですけど、こういうメダカです。あんまり面白くないかもしれない、やっぱりね、このヒレナガ比べるとやっぱヒレナガはね、豪華な感じがしますね。それでもこの F1 もなかなかのヒレの大きさ。今日はちゃんと並んでくれて素晴らしい。これ写真撮ろうか。バッグを発泡スチロールにしたんですけど、バッグ白にするとさらに面白くない感じ。皆さん今年はどんな年でしたか。カエルが多かったですね。もうカエルが、なんだ、もうオタマジャクシが数百で済むかな。もしかすると千の単位までオタマジャクシがいたんじゃないかな。次湧いてきて、あれはね初めてでした。ネットを張っていたんで、ヤゴの数はおそらく3分の1とか4分の1、それぐらいに抑えることができたのかなと思います。まあ毎年暑いんだけど、今年特に暑くて、ミジンコの生育が悪かった。ミジンコがなかなか増えてくれなかったというのがありますね。はい。で、今度はどうだ？雨も多かったんですよね。雨も多くて、あれも良くなかったな、雨が。皆さんは今年1年どんなメダカの飼育でしたでしょうか。何かニュースとか、これは参ったなとか、こういうやり方、新しいやり方を挑戦して成功したとか、そういう情報ありましたらまたコメントに入れてやってください。最後になるかもしれないので、まあ、なんか明日もアップしそうな気がするんだけどな。とりあえずもしかすると最後になる可能性があるので、とりあえずここで一応締めくくりということで、この1年間1年間やってきました。あとこの1年間コメント入れていただいたりとか、グッドボタンを押していただいたりとか、あとは、まあ、ご視聴いただいて、コメントは入れてないけどご視聴、いただいている方も当然おられますので、そういう、皆様にお礼を申し上げたいと思います。1年間ありがとうございました。また来年、まあ、あまり変化はないと思うんですけど、お付き合いいただきましてありがとうございました。誠にありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではメダカ族ドゥエシタピヨヨン。